北口 A3、出入口 A2、出入口南流山駅は、千葉県流山市南流山にある、東日本旅客鉄道、首都圏新都市鉄道の駅である。旅客船は、JR 東日本の武蔵野線と首都圏、新都市鉄道のつくばエクスプレスの2路線が乗り入れ、相互間の接続駅となっている。武蔵野線の駅には、JM16、つくばエクスプレスの駅には、 TX10 の駅番号が与えられている。上記のほか、JR 東日本の駅からは、常磐線北小金駅までの武蔵野線支線、及び、常磐線、馬橋駅までの武蔵野線支線が分岐している。両支線とも基本的に貨物列車専用であるが、臨時団体旅客列車などや、北小金方面は、京葉線東京駅常磐線日立駅間を運行する。 臨時旅客急行、ワクワク、舞浜、東京などの運行経路に利用されることがある。ただし、このような臨時列車に乗車する場合でも、運賃、料金は新松戸駅経由の扱いとなる。クリップ道駅付近の空中写真。道駅周辺には特に建物はなく、古くからの集落である、ひれヶ崎駅付近の方が建物が多い。すでに流れ山駅が存在し、 流山市の南部に位置することから南流山と付けられたとされている相対式ホームに面2線と抽選を有する公開機である JR 東日本ステーションサービスが受託する業務委託駅緑の窓口は2012年1月21日をもって営業終了し代わりに指定席券売機で指定券や長距離乗車券類の発売を行っている 自動改札機設置駅であり、駅舎内にはエスカレーター4機、エレベーター2機、多機能トイレが設置されている。付近は年間 20mm から 60mm 程度の地盤沈下が見られるため、建設時に駅本屋の床をスラブ設計とし、必要のある箇所では床下配管をスラブに釣ることで沈下防止対策をとっている。東駅南方より、 武蔵野線の北小金市線と馬橋市線が分岐している。駅カラーは黄緑色。2012年11月12日、駅中にブックエキスプレス南流れ山店が開業したが2020年5月に閉店した。乗り場配線図島式ホーム一面二線を有する地下駅である。改札は1カ所で、出入り口は A1、A2 及び A3 の3カ所ある。 当駅にはすべての種別の営業列車が停車する。北千住駅森屋駅間の途中駅では唯一の既存駅併設であり、開業時に JR の駅がすでに存在していた。なお、同区間の乗り換え駅としては他に流山大鷹の森駅があるが、こちらはつくばエクスプレス開業と同時に東部の打線の駅も合わせて新設開業している。 混雑緩和と利便性の向上のため2011年6月からホーム延伸工事が行われ2012年9月23日始発から共用開始した具体的には前後約40メートルずつホームを延伸し上下線の列車停止位置をずらすことで混雑緩和を図るまたエスカレーターの上下方向の運転切り替えや自動改札機2台の移設も行われる 乗り場つくばエクスプレス開業で乗り換え駅となり利用客が大幅に増加した駅である。周辺であっても従来利用しなかった地区の利用者が当駅にシフトする傾向にある。東洋学園大学流山キャンパスからのバスも乗り入れている関係で大学の講義などがある日は学生の利用も多い。近年の1日平均乗車人員の推移は下記の通り。 北口駅前ロータリー、武蔵野線南流山駅開業による区画整理が1989年2月に完了した住宅街である。駅周囲は平坦な土地である。西へ進むと埼玉県との境である江戸川がある。東洋学園大学流山校舎、千葉県立小金高等学校南流山4丁目、方面、交通広場方面。 千葉県道280号、白井流山線、千葉県道29号草加流山線が走り、交通広場には自転車駐輪場やタクシーバス乗り場が整備されている。北方には、ひれヶ崎地区があり、ひれヶ崎駅は東駅より北東約キロメートルの地点に所在する。さらに北隣の西平井地区も東駅の利用圏内で、ある。この西平井、ひれヶ崎両地区では、 流山市による土地区拡生理事業が行われている。丸屋南流山店千葉県道5号松戸の打線が走る。松戸市境に近く、東駅南東方に大規模住宅地である新松戸の北西端の一部が近接する。南西方の基地区はもともと田園地帯であったが、千葉県による筑波エクスプレス沿線整備の一環として土地区画整理事業が行われている。 京成バス、東部バスが運行する、路線バスが発着する。バス停留所名は、京成バスが、南流山北口、東部バスが、南流山駅である。京成バス、松戸新京成バスが運行する、路線バスが発着する。バス停留所名は、京成バスが、南流山南口、松戸新京成バスが、南流山駅である。 注釈出展報道発表資料新聞記事。ありがとうございます。